限界さん、もうちょっと待ってください。はい、トリマチャンネル始めていきたいと思います。10月7日木曜日。はい、疲れのねピークがずっと来ておりますけれどもね、今日もまた一段とね、体が重くてですね、ピンチというのはね継続中でございますけれども、まあお昼はですね、19個作って無事完売できましたよということで、昼終わってからですねちょっとホッとしたのも、あるんでしょうけれどもね、急にちょっとガクンと来てですね、わーなんかしんどいわーってなってですね、ちょっともうずーっといつね払いたいつですよね、もう伴ってなんかちょっとずーっとねこううずくまってたんですけれどもね、まあ、それでちょっと、仕入れ行くのがね遅くなっちゃったんで、申し訳ないですけどね、18時から開店にちょっと買いさせてもらって、で夜なんとかね、回して、で、閉店ねしまして、昼夜合わせてあと500円でね白星、いけたかなっていう、惜しかったんですけどね、なんとか、売り上げね作ったんですけれども、ちょっとね体がね思いのほか限界よろしく、来ちゃいましてですね、ちょっとびっくりしたんですけどね、ああ疲れたという感じで、まあなんとかね今日は一日ね終わらせることができてねよかったなという感じなんですけれども、この状態でね、まあ、昨日もちょっと喋ったんですけどね、モデルナ打って大丈夫かというのがね怖えなと、いう感じですね。もう今でもねしんどいのにもっとしんどくなったら立ってられるかなという感じなんでね、ちょっとワクチン打ちたくないなっていう、もう感情がね強まっておりますけれども、まあちょっと打っとかにはいけんかなというのでね、まあ明日やね土曜日か、行くんですけれどもね、憂鬱な日々を過ごしておりますということで、まあ、そんな中ですね、東京の方がね地震があったみたいで 5.5 ですかね、まあ、東京の方でね働いてる同級生がいるんで、まあ、その地元やそうかのね LINE グループの方でね地震の話題がやり取りしてましたけれども、まあ東京ね直撃、まあ、千葉沖が震源だったみたいですけどね、ほぼ東京直撃だったんで、まあなかなかのインパクトがありますよね。まあせっかくね岸田ショックと言われててね、8日連チャンで株価爆下げで、岸田さんが総理に就任してから3000円近くですかね、2500円ぐらいか、2500から3000円ぐらいかなまで下がったと、株価が、また行っちゃうかっていうようなね感じだったんですけどね、今日は、日中ね反転して、岸田ショックねちょっと終了かっていうような感じでね、岸田さん良かったねっていう感じだったんですけれども、まあねいろんなもう外的要因がね悪いことだらけですからね、原油高ね、中国のね不動産、不動産ねデフォルト問題で、アメリカのデフォルト問題等々、ねいろいろありますけど、あと東南アジアのねコロナで物が動かないと、ね、いう感じですよね。まあですのでねちょっとまた今度はね、まあ、疫病が落ち着いたかと思ったら天変地異かという感じでですね、まあ、山口県はねおかげさまで災害が少ないね町なんで、まあみんなねそんなに地震、まあ、震度3ぐらいでもねおおってなるぐらいなんでね、震度 5.5、5弱、なんてきたらねもうテンパるでしょうけどね、まあ、ちょっとね余震含め、心配ですね。はい、というわけでね、土曜日のねモデルナ2回目接種にビビりまくってる、41歳でございました。はい、でまあ、今週ね振り返ってみるとね、まあ、やっぱり弱かったなという感じですね、まあ、あとは今週の、ね、週末でどれだけ上乗せができるか、という感じですね。はい、
まあ、順調にねトリマン売上移動平均線もね落ちてきて、もう先週のね、2日間で、ちょっとバブったね、アドバンテージを貯金をね食いつぶしてる真っ最中という感じですね。はい、ですので、まあなんとかね、平日はちょっとやり過ごして、週末のね勤労でどれだけね、上乗せできるかということなんですけれども、体をちゃんと動いてくださいという感じですね。Sカップがねちょっと効かなくなってきたんでね、まいったなという感じですね。はい、なんか元気が出るねお薬欲しいなという感じですね。栄養ドリンクもうワンランクアップのやつ飲んでみようかという感じですかね。はい、まあそんなこんなでね、週末どうかなという感じでございます。はい、というわけでね、ご予約の方も、ね、お待ちしております。デラシ3232169までね、よろしくお願いいたします。チャンネル登録の方が267人と高止まりになっておりますので、チャンネル登録の方もねよろしくお願いいたします。で今日ね家帰ったら、ポストのところにですね、海峡マラソンに出られる方がいたのかな、うちの長屋でね出られる方いるんでしょうね。まあそのなんか、書類というか、なんだろう、グッズゼッケンとか入ってるやつかな、ちょっと分厚かったけど、あれがね入ってましたので、ああ海峡マラソンはやるんだなと。でまあ11月やったかな、まあ海峡マラソンのねシーズンも近づいてきたなと、ね、毎年週なんからね、何年ですかね、もうずっと続いておりますけどね、もう10年ぐらいですかね、連チャンで来てくださってるね、お兄さんがいらっしゃるんですけどね、3時間台で走る、スーパーアストリートがいらっしゃるんですけどね、まあ今年お会いできたらいいなとね、その郵便物を見てね思った今日でした。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。